今日は私たちフェイキーが画面越しではあるんですけど音楽を通して皆さんに少しでも楽しい時間を過ごせていただけるように頑張ってパフォーマンスしたいと思います。ボタン一つで Rising up this place 広がる刺激的なフェイキーワールド Look at the insides feeling the you go nightよろしくお願いします。タキです、よろしくお願いします。はい、ひなです、よろしくお願いします。あきなです、よろしくお願いします。みかこです、お願いします。私はもうだって放送されてますからね。そうなんですよね、放送されてるからね、放送されてる、そう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 、だけど4人兄弟の一番上なんですよ。あ、長女なの。そうなんですよ、だから結構なんか勝手にあの面倒見ちゃうかもしれないです。しっかりしてます、しっかりかもしれないです。ちょっとお姉さんキャラじゃないけど、けど、うんうんうん、なんかちょっとダメンズに引き寄せちゃうけみたいなところが引き寄せちゃうするかもしれないです。引き寄せちゃったダメンズ製造機ですね。本当一言でまとめるとダメンズが、ね、一緒だよ、ダメンズを作っちゃうんだと思う。あ、そっか、ゆきぷよさんもそうですもんね。そう、だ、うん、出会った時と付き合っていくうちにだんだん変わっていかない。あ、わかります。あ、出会った時超かっこよかったじゃん。わかります。え、なんでいつかっこつけるのやめちゃったの。あ、そう、私引き寄せてんだと思ってたんですよね、うん、この方が。いや、私も割とそうだと思ってたけど、作ってるんですね。作ってるかも。そうか、作っちゃうんだ。なんか納得できますね、それは。やめてください。面倒見すぎちゃう、うん、あー、なるほどね。まあ男性としては嬉しい限りだけどね、ちょっと気をつけましょう、ね、気をつけましょう、気をつけましょう。男性のタイプ。いや、私はもう最近これをずっと言ってるんですけど、うん、はいはい、素直な方です。素直な方、大事です、素直であることは。まあ、それは大事です、大事です。そうですね、はい、そうですね。大丈夫ですか。全然面白くなかった。以上で大丈夫。いいんだよ。髪の毛の色は赤がいいとかそういうのも大丈夫です。ちょっと大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫かな。あれれれ、楽しみにしてますね。楽しみにね、してますよ。その狼ちゃんには騙されないっていう番組は、その女の子の中に狼ちゃんっていうその嘘をついてというか、最初から恋愛をしない役割の女の子がいるので、その女の子は最終回までその視聴者の皆さんから誰が狼かっていうのを探しながらやっぱり見られてるので、自分のその本能のままに行動しすぎてもなんかね、逆に怪しくなっちゃうというか、なんか多分これはこの番組特有のその大変さだと思うんですけど、確かにそっちの立場も切ないよね。なんか恋愛しないって決めてるのに、いざこう来ちゃったらやばい、好きになりそうじゃんみたいな。だよね、だよね、辛いですよね。なるほど。でもなんかカメラの前とかそのみんなが見てるっていうのは意外と思ったより全然なんて言うんですか、気にならないというか、うん、そんなことを気にしてる余裕がやっぱりなくなってくるので、そこは本当になんか素のままというか等身大でできた気がします。あ、もう一生懸命なんですね。はい、でゆっぽよさんどうでした。まあ、ゆきに関しては、まあ、ゆきの恋愛リアリティショーの方も男性一人で女性25人っていう、ね、まだそこも特殊、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 特殊的な番組だったんだけど、それもやっぱなんか変な感じしましたね。こう今仲良く喋ってるけど、こいつら全員ライバルだもんなって思いながら、そうそう、不意に我に帰る時の自分の気持ちが落ち着かなかった。うわ、そう、仲良くご飯食べてるのに
急にイラってしちゃうみたいな。あ、そうなんだ。そうっていうのがあったから、うんうんうん、そこは大変だったなって思うけど、うん、やっぱりでも本当に同じく、うん、カメラの前だろうがスタッフさんに見られてようが、うん、もう誰かに見られてようが、うん、そこはもう恋愛始まるってなると、うん、全く気にはなんないんだよね。へえ、恋ってすごいよ。恋ってすごいね。間違いない間違いない、ね、本当に。いやそれはね、ひなちゃんも一緒だね、うん、はい、ね、ちょっとね、あの楽しみですね、最終回ね、明後日ですね、明後日ということで、楽しみだな。皆さんも楽しみにしてください。